攻ドロー手札抹殺。プレイヤーは互いの手札を全て同じ枚数だけデッキからカードを補充する。カオスの儀式を発動。マグネットバルキリオンを生贄に捧げ、伝説の戦士カオスソルジャー降臨。カードを1枚捨ててターンエンドだ。俺のターン、ドロー。フォーカード、墓嵐。相手の墓場からカードを1枚奪い取る。ゲーモンの召喚、いただくぜ。これはさらに融合カードを使う。ゲーモンの召喚とレッドアイズブラックドラゴンを融合。ブラックデーモンズドラゴン。エフェオフレア。リバースカードを2枚セット。終了だぜ。手札からマジックカードサイクロンを発動。このカードはバルマジック。トラップカードを1枚だけ破壊し、俺のターン、ドロー。モンスター回収の魔法を発動。場のモンスターカードおよび手札をデッキに戻して、新たにカードを5枚引く。マジックカード死者蘇生を発動。マジックカードサウザンドナイフ。サウザンドナイフは自分のフィールドにブラックマジシャンがいるとき、相手モンスター1体を破壊する。さらに相手の攻撃力を、さらにカードを2枚捨て、ターンエンド。俺のターン、ドロー。マジックカード戦士の生還を発動。このカードの効果により墓地から戦士族モンスター1体を手札に戻す。トランスマイグレーション。手札かフィールドからレッドアイズブラックドラゴンとロードオブザレッド。ロードオブザレッドの特殊能力、このターンで2度魔法が唱えられた。勝手にあらゆるモンスターを破壊する。トラップカードオープン、ブラックイリュージョン。こいつはフィールド上のブラックマジシャンを発動ターンの間モンスターコンデッキからカードを1枚ドローすることができる。リバースカードオープン、重力解除。このカードはフィールド上の攻撃表示のモンスター景色を変更する。
体のランドスターを生贄に。ケオギルフォード・ザ・ライトニング。3体の生贄によってギルフォード・ザ・ライトニングが召喚された時、他を全て破壊する。さらにギルフォード・ザ・ライトニングでダイレクトアタック。ターンエンドだぜ。俺のターン、ドロー。俺はゼルダから強欲な壺を発動。デッキから新たに2枚ドローする。他にカードを1枚伏せ。いでよ疾風の暗黒騎士ガイア。疾風の暗黒騎士ガイアは生贄なしで召喚することができる。手札からパンプアップ発動。このマジックカードはワンターンだけモンスターの攻撃力を倍にする。スパイラルシェーバー。ターンを終了するぜ。俺のターン、ドロー。早すぎた埋葬を発動。ライフポイントを800払うことで墓地からモンスターカードを1枚。アクマリオブラックデーモンズドラゴン。エフェオフレア。俺のターン、ドロー。マジックカード天よりの宝札を発動。互いのプレイヤーは手札が6枚になるようにカードを引く。さらに手札から復活の祭壇を発動。デッキの上からカードを2枚取り除き、自分の墓地からカードを1枚手札に加える。俺は手札よりマジックカード死者蘇生を発動。オシリスの天空に召喚。オシリスの攻撃力はプレイヤーの手札によって決定する。オシリスの天空への攻撃、サンダー